心配しなくても、そんな命令は俺からは出ないよ。頼もしい自信ね。そんな怖いところには行かないもん。臆病はエージェントの必須条件ね。当たり前だ。俺たちは死ぬのが仕事の軍人じゃねえんだ。生きて帰ってなんぼ。誰かが死んでミッションクリアなんて言えないぜ。そうね。でも遠慮なく好きに使って。役に立てることなら何でもするわ。じゃあとりあえず俺の部屋に来てもらおうかな。仕事は？炊事？洗濯？掃除？まあそれは後でも。買い物？それも後でも。宿題は自信がないわ。特に現代国語は難しい。ごめんなさい、もう言いません。ミッションを通じて深まる絆もあるかも。真面目に言ってんの？それ口先だけね。正直が救いか。それも嘘かも。まあリサみたいな美女に騙されるなら本望だね。あなたは騙せそうにないわ。煙幕は張っても本当はシリアス。そっかな。リサもだろ。そっかな。とりあえず情報が欲しい。持ってるもの全部吐き出してくれ。これはマジで隠し事、言い訳なしだ。このミッションは中途半端なやつじゃないぜ。了解。できるだけのことを。あなたも。もちろんだ。すぐ届ける。連絡先は。と俺は丸裸か。仕事用とプライベート用を分けてない理由は？めんどくさいんだよ、ただ単に。嘘。その2つに差がないからさ。ミッションが俺の生きてる場所。素敵。だから何も出ないって。宗一は幸せね。幸せ？そう言える人は、いや、そう言おうと思える人は幸せよ。そうかな。リサはそうじゃない。そうね。そこまでではないわ、残念ながら。凄腕なのにもったいない。だから何も出ないって。楽しいミッションになりそう。俺はもう十分楽しいよ。そういえば私もそう。よろしく。Nasty boy.こちらこそよろしく。すげえ山。人気者はつらいね。よっ、人気者。きっちゃねえなー、もう。エディ、その出方はやめろって言ってるだろ。いつか心臓麻痺で死ぬ。こんなもんで隙を突かれる方がエージェントとして失格だぜ。人気者の旦那、死ねば保険金も入るしね。受取人は姉さんだ。貴様には一銭も入らん。あお、大丈夫か宗一。心臓に毛が生えてたりしねえだろうな。お前じゃあるまいし。うっしゃ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 。ったくもう。すまねえすまねえ。でけえミッションの話になってきたんでつい調子に乗っちまったんだよ。柄にもなく。年がら年中乗ってるだろ。うっしゃ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 。やれよ。で、どうよ。米軍の公式リストにはなかったぜ。陸海空海兵隊、ゴーストプラトゥーン、ついでに CIA、FBI もだ。ま、当然だな。ソロモン王陛下はなんとお伺いは立てたが返答は同じさ。陛下と俺の情報も両方に引っかからない。しかし脅威の凄腕エージェント ID13、 なかなかの組織じゃねえの。やるね大統領も。まね、世界は広いね。まったくだ。お、来た来た。肩の凝る仕事の話の後はマスターのこの一杯だね。まだ終わっちゃいないって。いただきます。父してました。ま、そうだな。ケツしてました。そればっかりかよ。へへ、そういち、いい感じじゃん。向こうもまんざらでもなさそうだぜ。いいだろう。さつきちゃんに言いつけたろう。いくらでも言ってくれ。ゆかりちゃんにも。そっちは困るな。間違っても惚れちまうなよ。女は怖い。そうかな。あんまり怖そうじゃないけど、ああいう何か背負ってるやつが一番始末に弱いね。そのこと一途、他の全てを切って捨てる。やっぱり何かあるかな。だな。何かまでは分かんないけど調べてくれる？微妙だな。大丈夫だって。仕事に市場を挟まない。そんなこと言うやつに限って挟むんだ。ま、無駄にはならんと思うけど。じゃ、決定。どうせやだっつってもやらされるんでしょ。へえへ、やります。そいち。ん？役者が揃ってきましたな。ビッグウェーブです。まだまだ。本命のご登場まではさざ波だよ。予定通り？まあ、誤算一つ。向こうのカードがあんな美人だとは思わなかった？いや、向こうのカードが俺に惚れてるとは思わなかった。ナコードは誰にお願いしよう。ステップを省きすぎだよ。だから勝負が早いんだろう。早すぎると嫌われるよ。遅すぎるよりはマシ。そうなんすよ。遅い方は治療法がなくってね。何を言わせるか。ま、もうちょっとってところだな。ああ、もう少し引っ張ろうか。しっかし彼も大変だな。身内にこんな火種抱えてちゃ俺っちなんざ夜眠れないぜ。こんな火種抱えてても眠れるから、あそこに住めるんだって。あそこに住める人間はある意味で天才だ。ちげえね。俺っちはうまいカフェがあればそれでいいけどさ。ああ、クリームシュガーたっぷりのこいつを飲んでると故郷のシアトルを思い出すぜ。故郷ロスじゃなかったっけ？似たようなもんだ。新快速で20分だよ。京都大阪間じゃあるまいし。しかしやっぱ米軍じゃねえのか。俺さすがに分かんなくなってきたぜ。まだゼロってわけじゃないけど、リサみたいな切り札突っ込んでアピールするところを見ると違うと考えた方が素直だな。もう一度初めから白紙から調べ直そうぜ。何か見落としもあるかもしれない。だな。あーめんどくせえがしょうがねえ。じゃあとよろしく。ああ、どこ行くんだよ。部屋に戻る。おお、お部屋でデータ整理頼むぜ。海軍業界関連だけでも膨大にあるんだ。半分持って帰って。いや俺には別の仕事があるから。別の仕事？スイミーナスティーボーイ。人のあくびにげんこつ突っ込もうが汚いわ。あまりにいいあくびだったのでついね。わしゃ猫か。猫の方が賢いよ。あくび中に指突っ込んだらちゃんと優しく噛むもん。そんな怖いことよくできるな。噛まれたらどうするんだ。人前であくびしてるような猫は噛まないよ。お前は野生の仲間だと思われてんだろ。ナチュラルだからね。天然か。それはゆかりじゃん。呼んだー。なんでも眠そうだね、相変わらず。ちょっと昨日いろいろあってな。何してたのよ。いいだろう、男の子の秘密。スケベ。すぐそういう風に結びつけるお前の方がスケベだといつも言ってるだろ。それとも何か今ここで実演してやろうか。遠慮するわ。よーしわかった。では早速。宗一くん、宗一くん。いいからベルトを締め直せ。遠慮することないのに。ゆかりもぜひ一緒に。ブルガリアではイエスの時に首を横に振る。お弁当いらない？最もきつい位置にピシリと締め直してございます、さつきシェフ。わかればよろしい。さあご飯にしよう。私ダイエット中。もうお腹いっぱい。まずかないな。明日は休もうかな。うまいよ。ゆかりは？ゆかりは？おいしい。どれが一番いい？このピリ辛オムレツ。ピリ辛？ちょっとソイチ、これ食べてみて。なんだこりゃ、売店の新しいパンか？サルサカレーパン？また珍妙なものを。水かなんかないのか？辛いよね。ああ、唐辛子系の安易な辛さだな。こりゃ売れんぞ。でもそのパンを甘いと表現し、カレーはもっと辛くなきゃと豪語する人物がこの広い日本1億2000万人にたった一人。その一人びっくり日本新記録な人物とは一体。じゃじゃーん、挑戦者伏見ゆかりさんです。こんにちは、京都府から来ました伏見ゆかりです。知ってるよ、席隣だろ。そうでした。でね、ソイチ、私としては放っておけないからね。どうでもいいけど、お前どうしてそんなに嬉しそうなんだ？腕の振るいがいがあるからじゃん。弱ったネズミ見つけた猫にしか見えんが。ってことでお昼ご飯一緒に食べてね。ゆかりの味覚を鍛えてあげたいわけ。おせっかい。つうより失礼だぞ、そりゃ。本人も了解済みだからいいのよ。ね、ゆかり。うん、困ってはないんだけど。力づくか。ってことで、今日は2つしか作ってきてないから、ソイチ、あんた抜き。はあ？さつきちゃん、いいよいいよ。私明日からで。善は急げ、悪はもっと急げよ。急ぎすぎだっていつも言ってるだろ。じゃあ半分こしましょう。そうね、じゃあ私の半分あげる。よし、だったら俺も半分出そう。わーい、一個分解。で、そこに現れるのが正義の味方、超正義戦隊正義マン。なぜ俺が？悪だから。正義は勝つ！かくして悪の悪人オイルルルを倒した正義マン一行はヘリにぶら下がって現場を去るのであった。かっこいいのか悪いのかわからん。で、何の話をしてるんだよ。タンカーの事故の原因。また悪の秘密結社ワルーか。そう、ワルーの悪人がタンカーから石油を盗んでるのね。だからってタンカーまで沈めなくてもいいだろう。そこはそれ。なんだ？悪だから。正義マンか。そんな連中がいりゃ世の中平和なのにな。また人任せ。己の力で何とかしようとは思わんのか、このヒルアンドン。んじゃあ正義レッドにでも何にでもなってやるよ。怪人倒せば平和が訪れるんだな。怪人じゃないよ、悪人。同じだ。怪人は悪いかどうかわかんないじゃん。変なところで律儀だな。んなことどうだっていいのよ。とりあえず頑張れ、宗一。